時みんなで作ったんだよ。パンタは味見担当だったけどね。お母さん、おいしい？うん、とってもおいしいわ。たくさん食べてね。おかわりもあるよ。みんな、ありがとう。今日はついつい食べ過ぎちゃったけど、体重増えてないかしら。よいしょ。減らすために運動をしたりご飯を減らすことだよ。ねえ、じゃあさ、モリザップやってみれば？モリザップってあの CM の？そうね。結果は必ずついてくる。モリザップ。やってみようかしら。モリザップダメかしら。お父さんどこ行くの？なにこれ。ね、昔買ったダイエット器具こんなにあったのね。これ全部使ってないってこと？なんで使ってないの？もったいない。前にも痩せなきゃと思ってあれこれ買ったんだけど、ちょっと使ったら飽きて使わなくなるのよね。だから今回はモリザップに。モリザップは諦めてここにあるダイエット器具を使って痩せるしかなさそうだね。わかったわ。お母さん頑張るわ。あー、見て見て、面白い。パンタ、遊び道具じゃないんだよ。元気ないね。無理してダイエットしてるのかな。お母さん、今日も夜ご飯食べないの？うん、今日も夜ご飯は抜くわ。お腹からすごい音鳴ってるけど大丈夫？大丈夫、大丈夫。お母さん、そこまでしてダイエットなんてしなくていいよ。そうだよ、元気なお母さんの方がいい。見た目より健康でいることが一番だよ。みんなありがとう。ダイエットは今すぐやめて一緒にご飯食べよ。そうするわ。あれ、なんか揺れてる。音が近づいてきてない？みんな落ち着いて。お父さん、お父さんの足音だったの？というかお父さん、よく見たら太ったんじゃない？そういえば横に大きくなってる気がする。本当だ。どうしてかしら。ごちそうさま。お母さん、ご飯残すの？ダイエットしてるから。お父さん、残りは食べてちょうだい。お父さんよく食べるね。見てるだけでお腹いっぱい。きっと毎日ご飯の残りを食べてもらってたせいだわ。お父さん、それはさすがにダイエットしないと。太りすぎは病気の原因。お母さんのダイエット器具貸してあげるわ。僕応援するよ。お父さん頑張って。その調子。お父さん諦めないで。ふれーふれー、お父さん頑張れ頑張れ。お父さん